今日のテーマ打ち込みたいけど、私はキーボードが触れない。今年の夏。はい、10秒前です。はい

鼻にするのはあっできたちょチさん、はい、やばいあっちのちょウさんやる あああこれ,あれだどうなの,のがなるんだこのからですっまだ大丈夫。丈夫うん、2番の っって下がうん。 なんか意味がわからなくなった写真がマイクになったあ,あ画像変更はい違うちか,うか <laughs> もうこっち触らない方がいいかもないやいやいやあの大丈夫ですよこのラジオ配信ってあ夫です ポートリバーズの人生はポリバケツはいというわけで、こんばんは、ポートリバーズの人生はポリバケツ。今日は、えー、7月5日。7月入りました。早いですね。7月5日、えー、71回目、71回目のポリバケツ。一人です 今夜は一人で1時間生放送でじなってますあの今まで1人でやったの3回あるけど、まあ、もしかしたら今日途中で立つの来るかもしれませんがまあ,あの皆さん私のことですからあっちゃこっちゃな話になると思いますが。 あのゆるりとお付き合いくださいね。えー、ポートリバーズのボーカルのあさみです。よろしくお願いします。これさ、今ツイキャスもやってるんだけど、ハッシュタグにいつも立つのがポートリバーズの人生はポリバケツって、そして、あのー、今日のテーマも、このツイキャスのなんだろうテロップみたいなやつなのかな、打ち込んでるんだけど、あち、今、初めてこれやってみたわけ。 いつも横でやってる人の見てただけだからそしたらポリバケツがポロバケツになってる、うん、<laughs> パソコンも打てないってキーボードディズですねいやもう早いもので2017年下半期突入怖いあのー 年も取りたくないけど本当にあれですね今年もすごく早いあっという間に7月5日でしょもうあと何日あと何日やったらいつ,いつの間にか大晦日ぐらいになってるんだはずいやーもう私は来月で38歳にもなるしはあでもあのー、すごい 憧れるのはいい年の重ね方この年になるとしみじみ思いますね。あ,のー、あんまりあでも24の時にホイフェスター結成して26歳の時にメジャーデビューして30までソニーにいて、まあ、スパイスにいてソニーにいて。 そこからこのメンバーだけで東京で頑張っててツアーとかもやってそしてまあ私が喉ちょっと病気して33の時に沖縄帰ってきてそこからまた沖縄で好きに音楽やってそれがポートリバーズなんですけど。 そういう意味では本当にあの好き勝手に私は音楽付けなのかな24からもう3814年間ずっと音楽ばっかりやってるかもしれんそれまではあの介護とかしてたんだよ老人,老人ホームなんかあのデイケアとかで。 おじいちゃんおばあちゃんの世話してたりなんかでも同級生が結婚するって言ってからそれでまあ趣味で曲は作ってたんだけどそこでそこからなんか出会いクライマックスで私が一人で CD 録音したもんだからその時の。 受付が当時の当時のっていうかホイフェスタのリーダーのマーシーだったわけそれでボーカルやらんねみたいなそれがもう24でって考えたらもし友達が結婚しなければそもそもがバンドなんてしてなかったかもしれないしじゃあ絶対してないなバンド人前に出るのも嫌だったし人前で歌うのも嫌だったしカラオケは好きだけど そういうあの言ったらちょっと喋るのも苦手人前が嫌みたいな感じだったのが今こんなしてから14年間音楽して親にもまあいろいろ迷惑もかけながら心配もかけながらだから今今年早いな下半期敗退早いなあっという間だなっていう話の流れでこうなったんだけどなんか。 あっという間に38にもななるしなんかいい年の重ね方したいなって思うけどこれっていい年の重ね方なのかなっていう <laughs> 自問自答あ正解ってキャンさんが正解っていうから正解なのかな <laughs> 好きに好きな本当趣味ばっかりで生きてるからなんかまあでもあの全然自分の生き方に後悔はしてないあっち 今日1人だから最初冒頭何喋ろうかなと思ったんだけどこんなのしゃべる気なかったわけカレンダー見てあ今日7月5日あの沖縄では名護名護があるさ北部の7月5日は名護の日だと思って名護の話しようと思ってたわけ <laughs> だけど下半期って言った途端にバーってこのなんか変なのが <laughs> あの取り留めのも,もうゴールのない話ばっかりですからね私は。 ツイキャス見てる皆さん嬉しいですよこういうあっポリバダーってどんどんツイキャスもよろしくお願いしますえっとはいじゃあ今日の、えー、メッセージテーマ今日のメッセージテーマは今回挑戦してみたいこと、まあ、今年の夏ですね挑戦したいこと、まあ、いろいろあると思いますが、えー、メッセージたくさんお待ちしてます畑畑 作業してみたいとかなんか山登ってみたいとかいろいろあると思いますけどちなみにあのキャンさんダイエットしたいって言ってたけど今 50kg ぐらいでしょそうそあの新人のキャンさん男性でもうとってもガリガリなのに今年の夏ダイエットするってからまあそういうのでもいいですよ。 めっちゃブーイングだけどね <laughs> 超ガリガリなのに今立つのがいたら死にええー、って言われてる <laughs> はいそういういろんなこと、えー、お待ちしてます今夏今年の夏挑戦したいことメールアドレスは 797-FM ギノワンドットコム 797-FM ギノワンドットコム ツイキャスト、ユーストリーム、サイマル放送もやっています。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聴いてください。パソコンでお聴きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聴きの場合は無料アプリリッスンラジオで聴いてください。全国のラジオ局から九州、沖縄をクリック、FM ギノワンを選曲してください。この番組は ギノワンヒューマンステージとサウンドウェーブの提供でお届けいたしますそう立つのがいない一人なんです一 <laughs> 人どう思ういいんじゃないあの最近はもうしょっちゅう二人でやっててたまに一人っていうのは逆にさ 立つのは1人でできないと思よ。多分変な汗ばっかりかいてると思いますよあの方はでもあのー、用事があって今いないんだけどもしかしたら後半来るかもしれないはいファイトって頑張りますよ今日のテーマは今年の夏挑戦したいこと今年の夏挑戦したいことは何ですか何 くるみさん私は何て書いてるの10秒前です T-O-E-I-C とえっくはい秒前ポートリバーズの人生はポリバケッツお一人様 <laughs> はいこんばんは7月5日71回目のポリバケッツ今夜は一人ポートリバーズのあさみ 一人でお届けしていますよ。もしかすると、あの、後半、経つの来るかもしれませんが、一人で頑張ります。あの、なので、メッセージ、ツイキャス、もうガンガンお待ちしてます。今、今年の、あ、今年じゃない、今日のメッセージテーマが、あれなんですけど、今年の夏、挑戦したいこと。なんだけど、今、ツイキャスで、私は、これ、なんて読むんだろう。 英語でさ「TOEIC」o e I C、で700点取る。何「TOIC」って英語英語,英語のテスト?はい「TOIC」トイック。あト TOIC って一応聞いたことある。今、就活準備中だから資格を取るのです。TOEIC= イコールイック。トイックだって英語の資格。へえ。これさ。 あの700点って、点ってあのそもそもが何点満点なの普通、でもこれ、このくるみさんの親父ギャグ的な感じなのかな。何種類もあるってことなえー、すげえ。えっ、やば九990点満点なんだ、トー1区は。 1000点にすればいいのになあと,あと10点、なんかこのトーイック作った人たちを、なんかキレがキレ味、<laughs> ああ、そうなんだ、でもそれの700点取るのが挑戦なんだ、すごいんだね、準一級とか、もうあれじゃない、あの東京オリンピックの時にあのもう東京あまあどっちの人なんだろう、くるみさんは、東京かな。 東京オリンピックの時はもういろんな海外の人たちが集まるからねすごい今からの時代はっていうかもう今もだけど英語は相当重要だと思います私は全然しゃべれないし聞き取れないなんかニュアンスで職場によくさ外人の方が来るんだけど英語英語を言って「あは?」とか言うんだけどすごいやっぱ会話してくるわけ。 だからこの英語できる人はまで英語できるスタッフを呼んでもう対応させるんだけどたまにほらあの韓国とかさ中国とかアジアン系の人たちが来た時はこっちが喋ら,らないとすぐ怒るわけ <laughs> 角出てくるんじゃないかねぐらい興奮してくるからデジ怖くてからなんか一応こっちもすいませんみたいな顔してからあれするんだけど。だから本当にあのー あちらの国もこちらの国にもしゃべれる人、うらやましいな。あ、大阪在住へー、すごいですね、頑張ってください、トーイック、700点満点、あまあ、700点ね、はい、今年の夏、えー、メール、来てます、ええー、はい、メール呼びましょうね、メッセージ。<laughs> はい、えー。ポートリバーズの人生ポリバケツメッセージメール。ポリコネームないですね。あ、書いてますね。ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ。デブ注入。これ、立つのでしょう、どうせ。<laughs> ポリコネーム、ヨナグニウマコです。<laughs> 誰やねん。今年の夏は、脱ビール。あー T シャツのサイズは L サイズが目標あちさん一人でラジオ頑張ってってありがとうございます与那国馬子さん <laughs> 与那国一の与那国に「馬の子供って書いて「馬子」ってやってるけどさ <laughs> 古いね「どどすこすこすこ」って <laughs> うん今年の夏はビールからビール飲まないって挑戦したいんだ いや無理でしょうな夏こそでしょう無理でしょう T シャツのサイズは L サイズが目標多分この方今 XL か 3XL ぐらい着てるから服によってはもう本当に XL も入らない感じであのウィーンってなってると思う <laughs> l x l からあの L サイズになるって結構すごいよねい頑張ってください私も一人でラジオ頑張りますよ <laughs> 絶対立つのだなこれはいじゃあ次いきます、えー、ポリコネームくにちゃんさんありがとうございますこんばんは今夜はアロンですかアロンですかアロンってあれでしょ一人っていう意味寂しいってこと 私が住んでる地域では、夏に、わかるよ冷や汁というのを食べるんですが、冷や汁ご存知ですか酒を飲んだ後の締めに最高なんです。すいません。これで失礼します。ありがとうございます。全然すいませんじゃないよ。冷や汁大好き。あの、宮崎。宮崎だよね。宮崎。大分。九州の、わかる冷や汁。わからん。冷たい味噌汁だわけ。 なんかきゅうりが入っててなんか味噌汁なんだけどあのちょっと猫まんまのなんか冷たい系みたいな昔ホイフェスタのツアーの時とかにスタッフが必ず食べさせてくれてためっちゃ美味しい夏はほんとさっぱりで美味しいしこうあの打ち上げとかでねお酒飲んだ後の冷や汁も本当に美味しいああ どこだっけ宮崎だっけ大分だっけ国ちゃんさん教えてください多分宮崎だった気がするんだよな九州は食べ物めっちゃ美味しいからねっていうかあれだよ夏夏にやってみたいことなのに冷汁の話しかしてない <laughs> はいいきますかいいね冷汁冷汁飲みたいないいですねはい えー、ポリコネーム沖縄コンビーフセンターさんありがとうございます久しぶりだねコンビーフさんあさみさんこんばんはこんばんは長生きしたから特にないってやりたいこと <laughs> どういう意味長生きしたから特にない何歳なのコンビーフさんいつも あのー、面白いメッセージ来るわけコンビフセンターさんはだけど今日面白くない <laughs> そうなんか久しぶりのくせに面白くない <laughs> 夏にしたいこと特にないんだって、えー、ありがとうございますどうせなんかまた来ると思うけど。 はいツイキャス大阪来たことありますか大阪在住ですはい私大阪に住んでましたよ奈良奈良県と大阪と住んでました関西めっちゃ好きですようんはいじゃあ、えー、ここで一旦曲かけましょうかねポートリバーズでサウンドウェーブ れは最後までなかそうかなうん多分大阪はどれくらいいたかな奈良奈良の短大に行ってたので、ね、私は、うん、奈良と大阪はよく大阪好きやっぱナンバーよく行きましたね雨村、うん、ライブでも行ったしうん大阪は いいね。あの、天王寺とかも好きだったし、うん、懐かしいな大阪時代みるみるの今年の夏したいこと何かしらもう弘樹さんは完全にやめたんだもう終わったんだ、はい、6月で今日あ 去年あ去年じゃない先週先週の30、ね、が最後ですね、うん、そうだから20あその前回放送だった時に、はい、逆になんかおあの私たちがありがとうございましたって何かやらないといけないのに逆になんかいただいて <laughs> <laughs> そういうとこありますからねそうそうそうでもすごいですね日だな若いのに はああひろきさんは何歳なの？二十。今年五で。へえ。キャンさんが？三十です。今年？もうなりました。ああ<ー>。五月が三十だったんで。三十って昭和？昭和六十二です。ああ。ギリちゃんぐらいか。こっちまでがギリギリ昭和ですね。一つ下が昭和とあの平成が混ざってます。早生まれが平成にってます。でもさもう二十九歳でも平成元年なわけでしょ？そうですそうです。

暑いはずあ暑いですよねうんちょ。京都は行ったことあるんで、うん、すごいですよね、うん、もう湿気が盆地だからならもやばかボートリバーズの人生はポリバケツはいこんばんは七十一回目のポリバケツです 立つのははいい、ません。一人です私、はい。そして今日のメッセージテーマ今年の夏挑戦してみたいこと今年の夏挑戦してみたいことなんですけどねあの私はあれですまあ毎年やりたいことって言ってるんだけど山に登りたい。ははははは あのー、毎年言ってるけど富士山に登りたいってからあの死ぬまでに一度は富士山に登りたいっていうこの夢はあるんだけどやっぱ山に登る時期って夏夏6月まああち,あちの,あの昔ずっとお世話になってたスタッフさんが東京に住んでて。 かなかかなもう山登りが大好きでいろんな山もう富士山はもちろんいろんな山登っててそれでなんかフェイスブックとかでも見たりするんだけどこの前仕事で沖縄にこのスタッフの方が遊びに来ててあのー、この山の話をもう聞いてもリアルに感じれるわけさいいなーっつってそしたらあ富士山連れていくよって言ってくれて。 まあ来年だけど、来年多分夢が叶うかもしれん。富士山に登れるかもしれないっていう、そういうのは。でも今年、家島たっちゅうぐらい登りたい伊 <laughs>、うん、家島たっちゅう登れたらいいなっては思いますけどね。あとは、あの、ミント。 ミントを育ててみたいベランダとかで。あれよくバーとかでさあのモヒートとかの時ミント積んでまあお店で買ってきたミントだったりそのお店で育ててるミントだったりいろいろあるけどこの家でミントを作っておけばモヒートがいつでも飲めるわけでしょ。モヒートデジ 好きだビールが一番大好きだけどで青森とかも好きだけどワインも好きだけどなんか最後に甘いの飲みたいってなった時モヒートに私はモヒート派でなんかチューハイとかかじゃなないわけなんかさっぱりの時はレモンチューハイとかグレープフルーツとかなんとかあれするけどやっぱミントのあの感じとちょっとあの甘さが好きでかミント育てたらで料理にもねなんかおしゃれにも使えるし。 なんかミントでやってみたいなっていう今年の夏はい皆さんあ、メール呼びましょうねえー、こっちかはいポリコネームポリコネーム最後だねはいどうもこんばんは名護市民です家出をして早2ヶ月あ 名護になじめず孤独です <laughs> かわいそうとりあえず恋をしようと恋をしましたをあっさり振られましたヨギシコジャパンはどうやらうざいし気持ち悪いそうですってこれヨギシコジャパン <laughs> あ,あっさり振られたんだちゃんと告ったんだえー、でも 多分ヨギシコさんはアチなんかの1個上だったはずよ39歳であの女性の方に告白するって素晴らしいんじゃない本当の話かな <laughs> いつも嘘ばっかり書くからしかもヨギシコジャパンはどうやらうざいし気持ち悪いそうですってそんなって言われて言われ,言われるわけないでしょストーカーしてたのかな 自分でも分かってましたが、かっこ笑い、爆笑、爆笑、今日も一人でラーメン食べに来てます。帰りに寂しいので、メイクマンで象を買って帰りますね。<laughs> なんで象よメイクマンで象を買って帰りますね。短冊に、一人遊びが上手になりますようにと書いたよ。よぎしこジャパンでした。って ありがとうございます <laughs> いやー久しぶりだなよぎしこジャパンさんもでも大人になってこうやってあのー、何 ?39 歳でさ告白するっていいよねすごいですねうんね素敵だと思うなんかよく よくっていうかたまにさこのギャラリーに見に来てくれてたわけなんか変なお土産持ってから蚊取り線香とかゴム風船とか持ってきてなんか遊びに来てこっちで観覧してくれてたんだけどこのメールの内容からしたら変な人だなって感じさだけどめっちゃ普通にいい人であのー、なんか真面目そう。 なんか畑仕事とかしてるみたいだけどへえすてな男性ですねねえとりあえずなんか恋が次の恋があるから頑張ってヨギシコさん <laughs> はいーあちょっと待ってくださいねえー、っとはい次の目あはーい ポリコネームくにちゃんさんああの続きかはいさっきの答え冷汁は宮崎ですよ味噌汁ではないんですよあそうなんだごめんなさいあれ味噌汁ではないんだ味噌を炙るだしを作る味の干物をあアジの干物をあアジの干物を魚をすりつぶす ななんか文章おか文おしくない <laughs> アジって多分あれだよねこれか魚のアジってことだよねアジの干物の魚をすりつぶすってことだろうね混ぜ合わせてきゅうりみょうが青しそを入れるああもうおいしそうこれだけでかなり手が込んでいるんですよじゃないとうまくないうまくないですにゃん <laughs> ビールが進む 冷や汁挑戦してみてくださいってありがとうございますそっか味なんか味噌汁を冷蔵庫で冷やしたまあ味噌汁作った後に余ったらタッパーにあれして冷蔵庫に入れてそして冷たいまま飲んだらまあ冷や汁っぽい感じなイメージはあったんだけどまあ味噌汁とはまた別物なんですねへえを炙るって 出汁を作るって干物の魚を釣りすぶすって手がこんでますねもうそりゃ美味しいわけだあ食べたくなった作ってみようかななんかクッキーパッドとかに載ってるかなふ <laughs> 野からメールが来てます俺のメッセージ読んだって <laughs> やっぱりそうだったんだ <laughs> はいえー、次のメッセージいきますねえっ、ー と、あ、間違った。はい。えー、こんばんは。はじめまして。奈良の、奈良の鹿尾です。<laughs> 何これ奈良の鹿尾です。奈良から聞いてます。マジえー、私も奈良にいましたよ。奈良に、奈良のどこにいたんですか先週の放送で。 虫、虫、ギャーってリスラジから聞こえてきて、面白すぎて YouTube で見直しました。デージ受けました。今日は虫、大丈夫ですかテーマ、今年の夏挑戦したいこと。45歳なんでお腹引っ込めることですかね。それぐらいしかないですね。7年住んでますけど、両親はうちのアンチです。 これからも聞き続けるので頑張ってねって。おありがとうございます。奈良の鹿雄さん。ふーん。そうなんだ。私は奈良の、えっと、大和、高田。高田にいました。うん。どこに住んでるんだろう奈良さんは。そう、先週、放送の時、あのー、あれだよ。 虫がすごかったわけシロアリがどこから湧いてるっていうぐらいすごくて、ね、あのなんかしまいには足のこっちの腕に乗っかってきたりなんかもうこの辺にいたゴキブリみたいな変なもう茶色いのを <laughs> そうそう なんかぴょんってわざと立つのがこっちに置いたりとかしてギャーとか言って <laughs> もうなんか放送どころじゃないみたいなそなんですかな,そうなんかこの放送中にもずっと飛んでてヒロキさんも立ち出してもう虫ティッシュで殺したりとかしながらの放送だったわけ先週。 あでも YouTube 見直しました、デイジ受けましたって <laughs> あれ大変だったんだからねでも面白かったんだったらよかったです <laughs> はい今年の夏挑戦した45歳お腹引っ込めるって45歳でお腹引っ込めるってもうライズアップしかないんじゃないどんな人やるのかな多分腹筋とかそういう筋トレとかではなかなか難しいんじゃないかなはい うん、だから、多分ライズアップであ、来た来た来た、たつの来たあ、なんか、ツイキャスが終わったんだ、はい、<laughs> 今、ツイキャスやってもらってた遅かったねしたもしかしてずっとできてなかったのかな、<え>できてはいる。はい大丈夫です はいありがとうございます。本番中ですがスタッフさんがこうやって来るというはいそしてタツノ来ました。どうもおはようごいまーす。一緒に来たのモミさんと。そうモミさんと一緒に。マジで？マジで？一緒に来た。デジ不良あんたたち。いやいやいや。また今これ途中だった今日。はい四十五今年の夏四十五歳でだけどお腹引っ込めることって。 45歳だけどお腹引っ込める引っ込みたいんだけどなヤバくないでもだからライズアップした方がいいんじゃないっていう話をしたわけライズアップライズアップあれ死にたくんじゃないライズアップだからお金持ってたら分からんんかあのドゥフフみたいなあでもなるあれみんなすごいさやってみればどっちで タッタラタたタたタタタみたいなやつでしょいやいやいやあの奈良県だったらあれじゃんめっちゃ歩けるんじゃないああそう今キャンさんも一ってたわもう盆地だからすごい暑いあの辺はって歩いたら痩せるはずよね多分歩こうウォーキングでも俺奈良だったら歩くな。 なんで奈良だったらあのあ,あ平坦だからうんじゃなくてあのー、お寺がいっぱいあるさううんうん、うん、お寺回りするわけよ、うん、でもお寺があんまりじゃないじゃないかもしれないさだからあんまりじゃないけどあんまりになんじゃないことじゃないことにするわけそういう願掛、あのー、け,けみたいな感じでね、うん、あれするってことね、うん、でもあっちも実際奈良住んでた時そんな感じであの自然に距離が伸びていってたよなんかさ次行きたい次行きたいっ僕大阪行った時に、うん、あのー 法隆寺が見たくて泣くようぐいす法隆寺あ、違うな泣くようぐいす平安京かね泣くようぐいす平安京はぁ泣くようぐいす大河の会心みたいな七百九十四年まあ、あの法隆寺行きたくて法隆寺の最寄り駅みたいなところ行って降りてそっから法隆寺すぐ行けると思ってたわけ そしたらさ30分ぐらい歩くわけよ法隆寺行くまで駅からそうなの行ったことあるあるよ死に遠いよ安江るあっち3回ぐらい行ったよ法隆寺うん何もないねあの大仏さんがやるところでしょあれ東大寺ああは大仏さんがやるところでしょ東大寺法隆寺奈良にある法隆寺さ大化の改新よ聖徳太子よ泣くようぐいす平安京ねそれは。 泣かせてみましょう,ホトスえもう全然か泣かぬなら泣かせてみようほうほう,ほう結局みたいなやつじゃあ次行きましょうはいどうぞはいえっ、ー、とーお問い合わせ内容で言ったらダメだ今やりたいことが分かった面白い人になりたい <laughs> 追伸膝大滝を登るが私のおすすめ 沖縄興奮ビーフセンターさんででした興奮ビビーーーフってかはい今日目すね沖縄センタさんさっきは長生きしたからもうやることはないやりたいことないってだったけど面白い人になりたいってえっとねんかさ面白くなかったからな面白い人になるためには何かやるしかないさことを起こすしかないさ例えばだよいくつか分かんないですけど吉本に入るとかさ いきなりしてお笑いを学ぶいいんじゃんなんでなんでその反応違う今あっちさ話聞いてたんだけど改めて面白い人になりたいってこの面白いっていう感じ見てたわけなんで白なんだろうみたいな面んが面が面が白いなんだろうんかあれじゃんえっと何だっけ あの能面みたいなやつじゃないああほらだから面白いそうそうそれ面白いねのあでもそこから来てるかもだって能面が日本の喜劇でしょもともとうんだからそっかだから志村けんとかもあんなしてやったりとかあれをそうだねそうだねそうだよまあそういうことでしょうねへえあじゃあ白く塗ったら面白くなるんちすか白塗りしてみれば今度白塗りしますああ俺じゃないコンビーフさん 来週白塗りしよう。かな。おお、っていうか、今回何回目？何回目？七十一回目です。遅れすみません。あのちょっとええとね、ちょっと用事がありまして、お値段以上のところに行ってたんですけど、お値段以上だったな。ニワトリ？は？ニワトリ？ニワトリ。おね、お値段以上。しかもさ。 9時までなのに8時半にはなんか閉めますよみたいになって慌ててさそうなんだそうそうなんですよそしたら1500円ぐらい足りなくてから一回最寄りの銀行まで寄ってからまたお値段り状のとこ行ってから支払いしてきたんですよ今お疲れ様でしたなんか走ってちょっとあれじゃあそこで一いった行 CM いく あ曲,あ曲,って曲行きますかはいどうぞなんて言ったかなあえっ、ー、と「ポートリーバーズー」で「鉄マイハート」曲は今2曲目 2>、うんはい、でこれで<っ>そのまま CM いきますか、うん、であいや CM 今行かないでおきましょう行かないで行きます、ねうん、50分ぐらいにいきたいんですよはいあのー、で1曲目何やった、うん、なるほど 俺の読んだ読きってたでしょでいきなりこっちに「宮城に立つの」って書かれてるから「うん、あっ立つの」って言っちゃったよね最初に一番最初でしょダメやしで <laughs> <laughs> こっちさ下って信号待ち渋滞があったから、うん、その間に「パパパパ,パ」って書いたわけよあそうなんだ、うん、あでもあの放送中に「立つのは」「宮城に立つの」っては言ってないよ「俺立つのダンス」って言った <laughs> <laughs> でちなみに今の声全部入ってる入ってる <laughs> ちゃんと歌った歌ったなんで<う>えっとねかもめが違うどうスコ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 この洋服から中に入ってきよった嘘つくな <laughs> さんいるってそう来たよ。すいません遅くなりましたお値段以上のどこ行ったんで。ニワトリいっぱいいた。死にいっぱいいた。<laughs> 死にいっぱいいた。意外と人いっぱいいるな。美味しいチキンが。<coughs> あ、ヒューミンさん今年の夏はジャンベに挑戦しますおお<ー>、ね、ジ,ジャンベめっちゃいいよな。へえ<ー>。ジャンベああ俺のカフンどこいったのどたのそれ。なくしたのいや会社にあります。 やっぱ飛んでるもうこんな気にしないでちょうだい気になるでしょ気になるななんか普通に「おう」ってなるさならんこ目の前よ切ったらラジオに集中しようあの俺30分しかいないからさ30分もいないからさ30秒ですはい,はーい ひろきさん、メッセージあった今日。ない、ね。大事だな。多分、もしかしたらあるかもしい、あれは、ひろきさん、よぎしこかもしれない。あ、よぎしこじゃない。えっと、コンビーフさんかもしれないし。ああ<ー>。実は。うん、わからんさ。<laughs> もう、間あっちで。ポトリバーズの。人生は。ポリバケッツ。 こんばんばはモーミーさんたちは何をしているのかな <laughs> ブースの中に入ってきて写真,を写真撮影していますよ。邪魔すんな。人の番組だよ。<laughs> <laughs> 別の人が謝ってるし、ドアもちゃんと閉めないで。<laughs> はい、今日のテーマは今年の夏挑戦したいことですが、メッセージ立つの、えーと。ポリコネーム、奈良の。 鹿尾です奈良の鹿尾さんね <laughs>、うん、柿食えば金がなるなり法隆寺です、うん、さっき何て言ったの立野が言ったんだよ泣くよう,うぐいすって平安京って言ったよ法隆寺もあ、法隆寺だったかなみたいな私は生駒というところですああ<ー>。お寺一つ一つは遠いですねということですありがとうございます生駒山、えー、生駒いいね生駒さんあのあれでしょカップルで行くとこでしょ あそうなの俺行ったことないけどええ<ー>もあれ違うえー、っとね宮川多摩湖いこらへんよく行くって言ってたねえあっちあのい、ー、こ分かるよ奈良いる時も行ったことあるよ大阪と奈良の間にある山ですよね桜の時は綺麗だよおおい<ー>あの大阪そうなんだよえっとねえー、っとね大東区大東市 大東市とか。あの辺。葛飾区。あ、何言ってんの、東京だし。大阪なんですよ。そう、大阪桐院とかが近いんだよ。東大阪とかさ。詳しいね。あ、詳しいです。こんな、もっと大阪。大阪なおみって言うのはわかる?。テニスプレーヤー。分からん。ウィンドウ、ィンブルドン。わからん。今二回戦まで言ってるんですよ。大阪なおみ。 何てかなどっちかがハーフなんですけどアメリカ人と日本人のハーフでで育ちはアメリカなんですよだけど国籍日本なんですよで話を聞くと未成年のうちは二十歳になるまでは両方持てるらしくて国籍を二十歳になったらでどこにするみたいな決めれるみたい。だからこのの大阪が えっっととちょ強くなっていくとアメリカは黙っちゃいないだろうね国籍だってずっと住んでるわけだからちっちゃい頃からもう多分文化的にはアメリカだもんね伊達さんみたいな感じ伊達さんってめっちゃうちになんちゃうじゃない日本人そうなんあれぐらいすごいってことうんすごいと思うすごくならずまだ18歳ぐらいだからへえ 何かの大会でベスト4とか入ってましたよ前回へ前回すごいうんすごいすごシャラポは何かとやったりするのかなシャラポは今も落ちてますねなんかドーピング問題があってやっぱドーピング問題とかなるとなんつうの実践がなくなるさ大会とかさ一年とか三年とかやっぱダメになるんだろうなやっぱアスリートって難しいねはいそっか 次行、はい、どうぞあ僕でいいですか、うん、ポリコネーム沖縄コンビーフセンターさん、はい、ありがとうございます,います冷や汁をネットで検索したら宮崎県埼玉県山形県が出てきたへえ <laughs> 何の話してんのいやだから最初にさ、うん、あのー、コンビーフセンターコンビーフセンターじゃない 誰だっくにちゃんさんが「はい、あの冷や汁食べたことありますか?お<う>」「すごい美味しいですよ」っていうメッセージが来たわけ、はい、それであっち冷や汁食べたことあるから<う>どこだっけ宮崎だっけ大分だっけみたいな話してたわけはい、はい、なんかでキャンさんと味噌汁が冷たくなったみたいな感じで、うん、中にきゅうりが入ってて「美味しい」ってから夏にさっぱりっていう話の流れで宮崎だなそうそうそうそれであの「 クニちゃんさんさ宮崎ですよみたいな、うん、味噌汁とは別物ですよみたいな別物分かる味噌をあぶったり何とかしたりするんだってなったっけあのパワースポットがあるさ宮崎に有名なあ,<ー>あの有名な天狗がいるところ天狗がいるんだろう天狗というか分かりますいあの有名なえっ、ー、と何だっけ高千穂高千穂あー<た>滝びょーん、うん、高千穂の道の駅に冷や汁が置かれてた 宮崎なんだう、ね、もういっぱいあるんだろうねいろんなとっただから秋田,秋田はきりたんぽでしょあきりたんぽかきりたんぽきりたんぽって何、うん、味噌汁米米が餅みたいになってるんじゃないあれなんねだから食べたことないんだけどであの埼玉県と山形県にも一応あるわけでしょ冷や汁が、うんうん、それぞれの県で違うんだろうねこの<ひ>食べてみたい冷ややっこみたいなもんか違う まあやっこは豆腐だけど汁でしょ。うん。あの味噌汁が冷たくなったようなもん。沖縄でいうまた国ちゃんさん怒るかもしれない。沖縄でいう早期汁みたいなものでしょう。じゃ冷たいってば。ちょっ冷たい。じゃじゃさあそれはわかるんだけどこのご当地の味噌汁でしょ。中身汁みたいな。沖縄中身汁とか早期汁とか沖縄多いな。うん。そういうことでしょ。そう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 。秋さんはここ今年の夏何かチャレンジすることはあったりするんですか。 さっき話したけどさ「お<う>あのー、山登り」って言ったおで来年の夏は川上さんが、あのー、富士山連れて行ってくれるって言ったから、うん、あれなんだけど富士山連れて行ってくれるって飛行機代も出すってこと違う「<laughs> 案内するよ」って言ってたさそれであのー、あれはあのー、今年の夏は、まあ、ちっちゃい山でも八重岳でもあのー 八重岳っ部町の八重岳ね伊江、うん、島達中でも達中っての何回も登ってるけどなんかさ山に登ってる一番この頂上から見下ろした時って、はい、すごい言葉にできないぐらいのなんとかみたいな八重岳って頂上あるのあるんじゃないなんかさ八重岳まあ、なんか車で行くイメージがあるんだよなあっちだから歩くわけよでそういうことじゃなくて車で行けるとこは行くさ、うんうん だから歩いてるイメージがないわけさ、だから長所、なんつうの、こういう山道みたいなあるんかな、ちゃんと、遊歩道っていう、三度三道みたいな。あれですか、おお、ああ、汗かく俺、多分途中ぐらいで嫌になるんだろうな、あらかきぜんが食べたくなる終わったら。 ぜんざい食べてカツオ買って帰るみたいなまずビールじゃんいやもとでビール飲んだもん大変なことになるでしょ代 <laughs> 行1万5千円とかでしょ <laughs> やばいね、うん泊まれっていう話キャンさんは今年の夏ダイエットするっては今何,キロな今何キロなの今何キロなの今60近いって60近いってないってこと、うん、?60 ないんだ ないでしょこれは死にスマートだねもう8歳しかなかったです、ね、もでも人生最大で太ってるっていう、えー、俺もともと58ぐらいやった高校の頃何センチですか身長は62ぐらいですうーん,うーんそうなんだということで一旦 CM いきますか <laughs> はいじゃあ CM いきまーすニトリにかまれてさ、うん

ニュアンスでしょ。どういくって。もうニュアンスでいいんじゃない。700点。もう困ったことを言うな。700点取るって。え、小五もさ。小五何点取ったの？800点取る。あ、すごい。990万点ってよ。あ、じゃあ800点ぐらい取ってるよ。やじ、やじじゃない。もうヤバイとマジのあれだろ。小五はすごい前。ポットリバスの人生は。 はいエンディングですが、辰野の今年の夏やりたいことは挑戦したいこと,えっとさっきメッセージも変えたんですけど、<laughs> やっぱり、そう,そう,そう。まあ、今年はね、まあ、脱ビールですよね、まあ、脱ビールもしかりなんですけど、<laughs> <は>あれからやっぱり、今年の夏はベーシストになりたいな、ちゃんとした、うん。ベーシストって何かかわらんけど あの俺なりのベーシストになりたいなベースをうまく気持ちよく弾く人、うん、もう面白い弾かないでもいいどういうこと持っているどういうこと弾かないでもなんか成り立つようななんか意味がわからない <laughs> そんな,あの、はい、なんつうの普通,普通さ普通じゃない独特のベーシストになれたい、まあオーラでみたいな雰囲気で <laughs>、はい、そして来週が、えー、7月12日 72回目のポリバケツですがテーマがお菓子お菓子痩せたいって言った後にあれだけどお菓子お菓子皆さんの好きなお菓子だったり何とかかんとかだったり言葉さちょっと変えるとさスイーツっていうよねあスイーツ今の時代ねでもそれってデザートじゃないスイーツお菓子もデザートは違うかお菓子お菓子お菓子ですはいメッセージたくさんお待ちしてます好きなお菓子とかねうん 和菓子とか洋菓子とかいろいろあるもんねうん、うん、聞かせてくださいね、うん、っていうかあっという間だね <laughs> どう途中参加は初めてだねこんなの途中参加はあのー、雰囲気に飲まれてるなうけ<ケ>る <laughs> はい、うん、じゃあまた来週お会いしましょうねはいじゃあまた来週お願いしますポートリバーズの辰のとアサミでしたバイバイ ポートリバーズの人生はポロポロバケツって書いてしまったあ、違ううんだあ、こうなってきたんだそうそうもうね一通目に来たあ、ドドスコスコスコドドスコスコねそうですねありがとうございましたありがとうございましたなんか名前ってない気がするんだけど、うん、今から組み立て作業があるな あれ、またハードだな新しいもお願いします、はい、お願いします